皆さんこんにちは、キスケです。今回ですね、ドラゴンボールレジェンズ実況始めていくんですけども、今回はですね、ブロリーを使っためちゃめちゃ強いパーティーちょっと紹介していこうかなと思います。はい、そちらのパーティーはですね、これじゃないですね、こちらですね。はい、このパーティーがものすごい強いんですよ。はい、 PVP 回ってると、まあ、全然負けない。うん、でまあ、その理由が紫に基本染めてることによって、ブロリーがえぐいことになります。はい、まずそこね。で、まあ、フリの黄色に対してもゴジータという、めちゃめちゃ強い赤キャラクターを差し込んであげることができます。はい、でまあ、青バーダックも、すごいね、ゴジータとスーパーブロリーの相性がいいんですよね。はい、なので、まあ、相手が赤染めパーティーとかね、赤がすごい強いっていうパーティーだと、まあ、青バーダックを出してあげて、ブロリーとゴジータを編成して、バーダックのユニークアビリティを最大限に活かしていくっていう戦い方もできるんで、このパーティーめちゃめちゃ強いっす。めっちゃ強いです。はい、まあ、何よりこのブロリーがぶっ壊れてるっていうところも、まあ、そもそも強いんですけど、まあ、それを最大限活かせるような紫染めパーティー、染めではないかな、うん、青と赤入ってるんでね。はい、それでもまあすごいパワーがあるし、防御面でもだいぶバフがかかってるんで、まあ硬いですよ。まあこのパーティーはね、相手結構地獄を見ることが多いので、まあ、使ってて非常に楽しいのかなと思います。はい、ということでこちらでPVP 回ってみようかなと思うんですけど、よろしければチャンネル登録、高評価、ぜひともよろしくお願いいたします。Twitter のリンク、概要欄に貼ってるんで、よろしければフォローもお願いいたします。それでは PVP 回っていきましょう。さあ、対戦やっていきましょう。お相手、サイヤ人パーティーですね。まあ、前職いますね。ただ、青がちょっと弱いかな。うん、青がちょっと弱い。さあ、これどうしようかな。悩むな。まあゴジータから出して、スーパーブロリー、ほんで、まあ17号でいきましょうか。いや、バーダックでいくか。はい、さあ対戦やっていきましょう。黄色から出てくる射撃がないのがちょっと苦しい。射撃がないのがちょっと苦しいけど、まあ単発キラーに引っかかってくれるのはありがたいな。はい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 、この火力、絶対的火力、ゴリゴリ削っていくぞ。はい、さあ気力を貯めてと、避けていく。あーダメだ、あマジで回避読みがな、下手くそなんだよな。とりあえずここは有利属性に変えてと、ドーンとドーンと、まあ、ライジングラッシュはブロリーで食らわないようにしておきましょう。さあ覚醒、いやー映画素晴らしかったですわ、ほんまによかった。さあドン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 、じゃあこれドラゴンボール貯めるためにちょっと特殊アーツ使っていきましょうか。うん、この特殊アーツはねちょっと使いづらいんですよね。物に入っていく、 OK。 さあ黄色どうすっか、ライジングラッシュ打つか。うん、打撃でライジングラッシュ打とう。あーやっぱ結構硬いですね。うん、あしかも外していく。いくらブロリーとはいえ、まあ不利なんでね、きついか。ただこの HP の多さやばいでしょ。さあ射撃からの打撃を入力してと、さあ帰ってもらいましょうか、こいつって。うん、さよならしてもらおう。さあ究極アーツ引っ張ってきて、これねびっくりマーク出てるんで究極アーツ合わせていきます。ぐるぐるぐる、しっかりと合いましたね。おー、やばすぎー、やばすぎー。さあ有利属性に持っていってと、うん、あーよくれへんか、ライジングラッシュ、まあ変えるか、変えよう、射撃で。よし、これはラッキー、超ラッキー。さあ削って削って削ってと、必殺アーツまで打ち込んでいくよ、ドン。えい、対戦ありがとうございました。強すぎ。さあ対戦やっていきましょう。
お相手ブロリー3兄弟いますね。兄弟じゃないけど、まあこういう感じでいきます。さあ対戦やっていきましょう。ブロリーいますね。まあもちろんいるよね。避けてほしい。怖すぎ。さすがに避けていく。さあゴリゴリ削っていこうか。クーラこっちね、紫こんなに出してんのにね、緑を選んでくるあたりやりますね。はい、さあ削っていこうか。これ入れ替えようか。さよなら。ほーい。さあ、あら、棒立ちしちゃった。なんか なんかテンポがつかめないな。さあこっちも気力を回復してと。さあフルパワーいきましょうか。打撃に合わせていきたいけど、そっちか。なるほど。危なかった。びっくりマーク出とったんでね、射撃か打撃かなと思っとったから、普通に打撃合わせちゃったけど、まあこれはライジングラッシュいきましょう。よし。いや、ここでスーパーブロリー落とせればすげえでかいぞ。ドン。はいはい。よし。いや、これはでかい。めちゃめちゃでかい。さあ。OK。しっかり落としてと。頑張っていこうか。さあ、クーラー。まあ、有利属性なんで、ここは気にしないでいきましょうか。ちょっとなんか、テンポがつかめない。あ、なんかテンポがつかめない。ごめんなさい。やらかしたな。究極アーツ。まあ、これは食らえます。はい。ドン。気絶はなし。OK。射撃キャンセルから殴っていこうか。さあ、究極アーツ引っ張ってきてと。あー、変えていく。じゃあ、これもうさっさと究極アーツ打って、キャラクターチェンジしちゃいます。アーツが残ってるうちにね。やっぱ強えな。さあ究極アーツ引っ張ってきてと。ちょっとあれやな、もったいないな。これライジングラッシュ来そうっすね。じゃあこれもゴジータに変えちゃおう。はい、射撃で。ちょっとブロリーは落とされたくないっすね。ああ、これはでかいぞ。超絶でかい。よいしょ。前に突っ込んで、究極アーツ持ってきて、射撃から究極アーツ。あら、マジか。やらかした。避けていく。オッケー。打撃入れて、究極アーツ行きましょうか。はい。変えていく。はいはいはい。いけー。さすがに落ちんか。避けてと。お、なんだ？ なんや、なんや、必殺アーツか。あ、違う。打撃。あ、避けていく。なんや。動かんからなんかあったんかなと思った。普通に、はい、打撃。よし。対戦ありがとうございました。やっぱ射撃のアーマーが強いですね。さあ、対戦やっていきましょう。お相手前職いますね。どれから出していこうかな。まあ、ゴジータからいって、こういう形で。やっていこうかな。はい、お願いします。さあ対戦やっていきましょう。青ブロリー出し負けしていく。あー、射撃キャンセルできるタイプね。 OK。 どんどん。いやー、どうしようかな。邪念馬もパイクーハンも結構めんどくさいですね。じゃあ打撃で突っ込んでいこうか。さすがにダメか。さすがにダメか。ただアーツはないはず。おっ、これはずらした。オッケー、ラッキー。これすげえラッキー。危ねえ、危ねえ。あー、間に合わない。下手すぎ。ちょっと流れ悪いっすね。どっかで断ち切らんとまずいか。いやー、有利ターメン強すぎる。変えてと。いやー、よし。射撃アーマー強すぎ、ワロタ。ワロリン。ほい。いやー、これドラゴンボール貯めたいから撃つか。まあ有利属性なんですけどね。これはしゃあない。ライジングラッシュをこれは青で受けます。はい、射撃で。まあ、なんか体力的に必殺アーツっぽいけどね。あ、やっぱそうか。言うてもしゃあないよな、負けてるもんね。いやー、ちょっと流れを変えたいですね。ちょっと古い古株のブロリンに負けるわけにはいけないぞ、マジで。さあ頑張っていこう。
打撃、オッケー、入っていく。いや、必殺アーツについてるのがドラゴンボール、ちょっと苦しいな。避けていく。あー、ダメか、間に合わない。さすがに変えよう、さすがに変えます。避けていく、オッケー。じゃあ必殺アーツ打って、これライジングラッシュ貯めましょうか。ドン、気絶欲しかったな、これ食らうしかない。いやー、これ変えよう、気絶はやめて筋肉同士の密着がクソじわるわ。さあ頑張っていこうか、とい打撃を入力していく、オッケー。さあ頑張っていこう、ほい。うわー、ずらされていく、ずらされていく。ライジングラッシュ打ってよかったかな。いやー、でもまあこの耐久力をちょっと武器にやっていこうか。ほら、食らえ、ドーンそれじゃさすがに無理でしょそりゃさすがに無理だぞ。避けていかないか、ちょっと流れがすげえ悪いぞ。まあでもパイクーハンに対してゴシータ足せるっていうのはでかいな。はい、変えてと、射撃、ほい。さあ究極アーツ引っ張ってきてと、射撃。じゃあ究極アーツまで行こうか。はい、ドン。これでさすがに落ちるよね、ジャネンバは。オッケー。さあ、うわ、射撃に合わせた方が良かったな。ちょっとこの試合はあれですね、ダメですね、反省点が多いな。ライジングラッシュか、うーん、射撃でいこうか早いね。お、打撃3枚、あるね、あるある。オッケー、これはでかいぞ。とりあえず射撃もアーツ全部打ってライジングラッシュいこうか。うん、じゃあ特殊で、さあどうだ。うん、ちょっと流れが悪かったけど、キャラ性能でぶっ通したって感じですねOK、 いやー強え。対戦ありがとうございました。もうちょっとやるかと思ったのによ。さあ対戦やっていきましょう。お相手サイヤ人パーティーですね。まあ緑がいないんで、うーん、青バーダックからいってゴジータ、ブロリーという感じでやっていきましょうか。お願いします。さあ対戦やっていきましょう。射撃からの、あー、キャンセルできない、キャンセルできないまあ有利属性に変えてと、はい、射撃入るね。いやー頑張ろうか。射撃からのキャンセル、あー、お、変えていく、なるほど。気力すげー減るからな、これめっちゃ気力減るからな。これは避ける、避けて、危な、怖えよ怖い怖い。必殺アーツ、水落ちを殴ってと、オッケー。さあ頑張っていこうか、耐えてと、オッケー。さあ覚醒してアーツを叩き込んでいこうか。えい、さあ気力回復、耐えてと、避けていく、ずらして、ダメかほんまに下手くそ、マジで下手くそこれすげえ下手くそ。まあ有利属性に変えてと。じゃあ射撃キャンセルから避けていく、オッケー。今度は決まったね。これは究極アーツまで引っ張ってきてと、射撃、打撃、究極アーツ行きましょう。行きます。あー、これ落ちるんかな、ベジータ、どうやろ。ゴラー、オッケー、しっかり落としていく。棒立ちが多いなまあ有利属性なんでこのままライジングラッシュ打っていく。じゃあこれ食らいましょうか、射撃で。これ回避できればだいぶでかいぞ。4分の1ある、あるあるね。さあ削っていこうか、ゴリゴリと。ほいほい、ステコン組んでドラゴンボールちょっと探しに行きたい。ほいはい、オッケー、ナイス、ドラゴンボール。じゃあこれドラゴンボール打って、ライジングラッシュ行きましょうか。行きまーす。覚醒する前に落ちてもらおうか、ブロリーを。はい、画面が筋肉でいっぱいになっちゃうね。よーし、さあこれで1対3かな。これはもろたでしょうこれはもろたでしょう。さあ頑張っていこう、避けていく。さあ究極アーツ引っ張ってきて、究極アーツで締めようかな、おしゃれにこれマジでかっけえ。
ギュンギュンギュン。これすげえかっけえ。対戦ありがとうございました。はい、皆さんお疲れ様でした。今回ですね、ブロリーを使っただいぶ強いパーティー紹介したんですけども、いかがだったでしょうか。まあ、ブロリーの火力が違いますよね。防御面でもしっかりとバフが乗ってるので、非常に使いやすくて強いパーティーになってるんじゃないかなと思います。はい。でまあ映画見ましたよ。すごい面白かったですもう一回見たいですね。 IMAX っていうね、すごい大きい映画館で見たんで、めちゃめちゃ迫力がありましたね。はい。まあまだ見てない方はぜひとも見てみてください。すごいいい映画です。はい。ということで、よろしければチャンネル登録高評価ぜひともよろしくお願いいたします。 Twitter のリンク概要欄に貼ってるんで、よろしければフォローもお願いいたします。それでは、よきドラゴンボールライフを。バイバイ。